僕ギターコースなんですけど、一個の楽器ギターコースだからギターっていうんじゃなくて、プロになるために必要になってくるスキルとかを身につける需要が結構ありますね。独学で学ぶ時と、なんかいろいろ知識入ってから基礎の練習とかしたりするので、全然意識が変わってきた感じがありますね。OCU は先生に何でも自由に質問して、聞きたいこととか気になることとか困っていること、そういうことを聞いていろいろ改善点とか教えてもらったりする授業ですね。自分の知らない分野の音楽とか楽器とかもすぐにパパッと聞いたり指導してもらっています。じゃあボーカルコースです。エレクティブという授業があって、で他の楽器も学べるので、弾き語りですとかバンドに活かせるようにギターを学んでいます。なのでドラムもできますし、ベースもギターもキーボードもできますし、あとはレコーディングの授業もあるので、もう本当に幅広くいろんな授業を受けられます。本番さながらの気持ちでどんどんライブもやっていきましょうということで、 LPW っていう授業を毎日やっております。世界で活躍しているアーティストをお招きしてセミナーを行っていただいたりとか、あとは学生が主体となって行っているライブイベントっていうのも開催しています。実践的な内容の授業に魅力を感じている生徒が多いので、しっかりと学びたいっていう学生が多い印象です。人に愛と平和と希望と夢を与えたいです。ブルース音楽をカンフーで大衆化させることが僕の目標。音楽は言語とか関係なくいろんな人と楽しめるので、音楽の楽しさというものを伝えたいんです。なんか一歩なんか踏み出せないときに音楽聴いてこう踏み出せたりとか、それを伝えたいんですかね。